今日の動画では、8月より BS で放送の韓国ドラマ5編を紹介してみたいと思います。高校3年生の女の子が、ひょんなことから朝鮮時代にタイムスリップしたことで巻き起こる、成長ラブロマンス。数学が苦手な高校3年生のダンビは、大学入試の当日、ちょっとしたことが重なり、試験から逃げ出してしまう。雨の降る中、公園で水たまりを見つめているうち、その中に引き込まれるようにして飛び込み、そのまま水中へ。水面から顔を出すと、そこは朝鮮時代で、人々は深刻な日照りに苦しんでいた。侵入者と間違われ、王宮を逃げ回るダンビは、そこで数学に貪欲な王、セジョンと出会う。命乞いのために、数学が得意だと嘘をつき、内侍としてセジョンに仕え始めるダンビ。現代と朝鮮時代の常識の違いにすれ違いつつ、二人は次第に距離を縮めていくのだが、時空を超えた成長ラブロマンスを描きながらも、不安な現実を抱える、現代人たちに捧げる共感と応援のドラマで、朝鮮時代で王と触れ合い、いろいろな経験を積んで成長していくヒロイン、チャン・ダンビ役を、ああ私の幽霊様で、破天荒な幽霊を演じたキム・スルギが、キュートに講演。完璧主義で負けることを知らない若き王様、イードー、ボーイズグループビーストのユン・ドゥジュンが演じています。ポンダンポンダンとは、水が落ちる、ポチャンという擬態語のこと。2015年に韓国で、全2話で放送された短編ドラマで、2015アジアテレビジョンアワード短編ドラマ部門で最優秀賞を受賞。短編ながら細かなエピソードが伏線となって散りばめられているので、そのあたりも楽しみながら、サクッと見てほしいおすすめの作品です。ポンダンポンダン王様の恋は、BS 日テレにて、8月3日11時30分より放送開始予定です。中学では、人に利用されやすく気弱だったクヒは、高校からは平凡な学生生活を送ることを夢見ていた。そんなグヒの平凡でない秘密は、大人気アイドルグループ、アストロのウナと幼馴染みのこと。高校に入学したグヒは、クラスメイトでウヌの熱心なオタクである、ドクヒと仲良くなる。だが、別の高校に進学したボーイフレンドに捨てられた上に、クラスメイトからも、またもや嫌がらせを受けてしまう。そんなある日グヒの携帯に、憎い相手の名前を入力すると、復讐が叶う、復讐ノートという謎のアプリが届く。そのアプリは、名前を記入した人物に制裁が下されるというものだった。子役からキャリアを重ね、大人顔負けの演技で活躍してきた、キムヒョンギにキムファニ。今私たちの学校はに出演した、注目の若手俳優パクソロモン、そしてアストロチャーウヌが、本人役で登場。ときめくラブストーリーから、ハラハラドキドキのミステリー、アクションと、多彩な要素が盛り込まれた学園ドラマで、トップアイドルが幼馴染という夢のような設定に、ヒロインを見守り三角関係になるという夢のような展開など、乙女の妄想が詰まった胸キュンシーンが満載で、あらゆる世代の女性のハートをわしづかみにしました。また、累計再生回数1100万回を記録。視聴者からの希望が殺到したことにより、シーズン2も制作された超話題作です。僕たちの復讐ノートは BS 日テレにて、8月8日11時30分より放送開始予定です。恋愛ベタな精神科医と恋愛嫌いな番組プロデューサーがディナーメイトから始める、ときめき三つ星級のロマンチックラブコメディ。精神科医のヘギョンは、患者と一緒に食事をすることで、患者の心を癒すフードセラピスト。一方、映像制作会社の番組プロデューサーのドヒは、過去の大恋愛から心に傷を負い、すっかり恋愛嫌いになっていた。そんなある日ヘギョンは、患者との食事中に偶然、ドヒが恋人に振られるところに居合わす。戸惑いつつも、ドヒの様子が気になったヘギョンは、夕食一緒に食べませんか、とドヒに声をかけ、二人は夕食を共にする、ディナーメイトとなる。性格が全く異なる二人であったが、気軽な関係が徐々に近づき始め、お互いが気になる存在に。そんな中、それぞれの元恋人が現れて、二人の恋は複雑に絡み出していく。失恋による心の傷が癒えず、恋する感情を忘れてしまったお一人様たちが、ディナーを介して恋愛感情を取り戻していく物語で、恋愛ベタな精神科医、キム・ヘギョンのソン・スンホンが、恋愛嫌いな番組プロデューサー、ウードヒを、ソウ・ジヘが演じています。ディナーメイトという設定だけあって、
幾度も登場する食事シーン。お互い恋愛感情は禁止だと決めた中での二人の感情の変化や、それぞれの元恋人が現れたことで、妙な四角関係に発展し、振り回されながらも、大人の恋を完璧に演じ切る、二人のラブラインは必見です。夕食一緒に食べませんかは、BS12にて、8月17日、5時30分より放送開始予定です。お出会いは、偶然、それとも必然。敏腕検事のジュークは、地下鉄で、司法修習生のボンヒに痴漢と間違われ、悲惨な目に遭う。最悪の出会いをする二人だったが、その後、ボンヒが恋人ヒジュンに浮気をされて、喧嘩をしている場面に遭遇し、ジュークは思わず、救いの手を差し伸べる。この出会いをきっかけに、ボンヒとお酒を飲んだジュークは、泥酔したボンヒに押し倒されてしまう。3ヶ月後ジュークは、研修を受けにやってきたボンヒと再会。悪縁のようなボンヒに厳しく接するも、なぜか放っておけないジューク。そんな中ボンヒが突然、殺人容疑で逮捕されてしまう。事件の担当検事になったジュークは、調べていく中、ボンヒが犯人とは思えずにいた。イケメン検事と司法修習生が繰り広げる法廷ラブコメディで、紆余曲折な人生をスーパーポジティブに突破する、破天荒なヒロイン、ウン・ボンヒ役を好演したナムジヒョン。そんな破天荒なヒロインに振り回されながらも、次第に惹かれていくツンデレ敏腕検事を熱演したチーチャンウクの、かっこかわいさやツンデレな優しさは必見。また、爆発的な再生回数を記録した、二人の情熱的で甘いキスシーンは余韻が残ると、話題になりました。2PM チャンソンやジェイテジュン、コンガラなど、美男美女揃いの贅沢キャストに加え、切なさや胸キュンはもちろん、笑いあり、驚きありのすべてが詰まった怪しいパートナーは、BSTBS にて8月17日7時より放送開始予定です。ひたすら人を殺す方法についてだけを考えている、人気ミステリー作家菅与助と、人気作家の夫で、愛妻家と知られる国民の夫という名声を持つ、離婚専門弁護士、ハン・ウソン。ウソンは結婚前に、浮気したら死ぬとの念書を書いてまで与助にプロポーズし結婚するも、実はウソンは生まれながらの浮気男。与助にバレないように、曜日ごとに複数の女性と浮気を繰り返していた。一方与助は、新作のネタ探しに没頭する日々を送っていた。そんなある日、ウソンの浮気相手の一人だった女優、ペクスジョンが行方不明に。与助に浮気がバレるのではないかと心穏やかでないウソンは、与助が犯罪専門家として、失踪事件の捜査に加わることになったことで、慌てて証拠を消そうとするが、女優張与正に演じた、犯罪に精通した小説家の妻と、高純に演じた離婚専門弁護士の夫の、家庭内バトルをシュールに描いたブラックコメディで、視聴率こそ跳ね上がらなかったものの、同時間帯視聴率は堂々の1位を独走。様々なドラマで大活躍する、そうそうたる豪華、個性派俳優たちの演技合戦も見どころの一つ。前は明かされる興味を引くストーリーに、俳優たちの名演技、そして新しく登場する人物など、ストーリーの拡張の面白さでマニア層を量産させた作品です。浮気したら死ぬは、BS12 にて8月19日16時より放送開始予定です。